はい、今回は思考を一元、変えまして、包丁と砥石の話をします。はい。でね、普段よくコメント欄で、コメントいただいてる方もおられますし、直接ちょいちょいコメントくれる方もおられるんですよ。大体ゲームの、人間関係多いですけどね。同じチームの人とか。本当にいつもありがとうございます。私の動画を見て、よく言われるんですよ。ポンチーさん本当に包丁さばきすごいですね、とか、テクニックは、っていうふうに言われるんですよ。でも、そんなつもり一切ないですね。テクニック見せつけようっていうような感じではやってないですし、そんな実際にテクニックあるわけではないんです。ただ、包丁の切れ味がやっぱり、普通のご家庭に比べたら、どうも、かなりあるようでして、まあ、料理好きはあるんでね、私もいろいろ、どういう道具を揃えればいいのかっていうのは考えるわけですよ。一人暮らし始めるときに、最初に、自分の母からですね、まあ、これ使いなさいみたいな形でもらったやつあるんですけど、やっぱり使っていくうちに、もうちょっと、ちゃんとやりたいなっていう。自分である程度お給料ももらえるようになったら、やっぱ買うじゃないですか。で、当時、全然お金なかったけれども、毎日のことだから、これは奮発して買っていいだろうっていうふうに考えてました。これ大正解で、やっぱり日本の包丁っていうのは、非常に優秀ということで、若干品薄にもなってます。で、当時ね、私が一番最初に買ったいい包丁っていうのはこれですね、ダマスカスです。で、今でこそダマスカスってすごく有名ですけど、当時まだ出始めだったんです。ダマスカスの牛刀のこれ、ランっていうやつです。刃渡りはさっき測ったんですけど、25センチぐらいあります。ここの根元から、さっきから。相当でかくて、もはや日本刀なんですけど、この文様わかりますかね？どれぐらいのこう距離とっていうのはよくわかってないんですけど。はい。だからナイフとしては本当に、要包丁ですね。で、まあ、これで野菜切ったりとか、まあいろいろできるんですけど、そうですね。刺身ぐらいだったらこれで全部一本できるかなと思って。そこそこの値段でした。一番ど真ん中に入っている芯以外は64層？うん。64やったら、計算が合わないのか。ただ2回ずつ折り返して折り返してっていう、ことでダマスカス作ってますから、2の倍、2のべき状にならないといけないので、64プラス5層入ってるってことですかね。うん、まあなんかそういうやつです。はい。複合素材で硬い素材と柔らかい素材を合わせて、で何回も折り返して鍛造するからこういう模様ができる。だから別にファッションでやってるわけじゃないんですよ。複合素材の一つの形ですね。でね、こういうね、他にもハイスピードカーボンとか、これよりもっと上の複合素材っていうのはあるんですけど、そういう話し出すとちょっともう本当にマニアックで、どうにかなっちゃうので、ちょっとその話やめますね。で、これを買った時に、一緒に買ったものがあるんですよ。これ、さすがにでかいし長いと。あと、いいやつだから、もうワンランク手軽で、かつ、短いというか。だから僕のスタイルで、最初にイメージあったのは、でかい、牛刀と、あとペティナイフですね。そこそこの長さのあるペティナイフ。この2本あったら全部こと足りるだろうと思ったんです。でこの2本が、2本差しで、まあ大丈夫なんじゃないかと。いわゆる大小ですね。大小二刀流で。なんかいっぱい包丁買いたいとか、揃えたいっていうような、ことではなくて、実はミニマムでやりたいと思ってたんですね、最初から。ただこっちも一緒に買ったんですよ。全部このでかいのでやるわけじゃないから。で、使い始めたら、実は今はこの、これ、ミソノの440っていうやつですけど、これ当時いくらだっけなぁ。その時4500円くらいだったんですね。今これ多分、小1万円しますよ。結構高い。刃渡り16センチです。で、服が結構研いだりとかもしてるので、うん。多少は短くなってると思いますが、うん。今の料理のスタイルとしては、ペティナイフ。この長いペティナイフですね。普通ペティナイフって11センチか13センチしか使われること多いんですけど、16センチのペティナイフ、あんまり使われることはないです。ペティナイフってやっぱりちっちゃい、ね、皮むいたりとかっていうようですので、この長さっていうのは、ちょっとペティナイフとしては長い方です。ご家庭で使われる万能包丁。あれだいたい16センチから20センチぐらいの間だと思うんですね。でかい、包丁を使ってる家庭でも22センチっていうのがところですよ。とりあえず私がよく使ってるのはこれ味噌の440だっていうことです。これ一本あったら何でもできるし、これしかほとんど今使ってないですね。動画にもあんま出てこない。で、出てきてる唯一のものとしては動画で使ってるのはこれですね。出刃包丁です。これには僕特にこだわりなくて、ステンレス、まあ、あんまり使わないから錆びない方がいいということで、ステンレスのもの。で、ちゃんと分厚いってことですね。出刃っていうからには。
で、これで叩き切る必要が出てくるものとか、あとはまあ、魚をさばくときに、これぐらいこう、角度がついてる方が、身が開いてくれるね、開きやすいっていうのがあるんですよね。あの、100均のね、売ってるデバ包丁の、あの、ギャラクシーってやつですね。あれはあれで全然使いやすいですよ。気まぐれクックの金子さんたちの、グループのあの、変な魚おじさんっていうのがおられますね。あの人、まあ、プロ中のプロですけど、さっきのそのギャラクシー使ってるんですよ。あれでフグとか、アナゴとかバンバンさばいて、おろしてるんですよね。あれ見た時に僕感激して、で、あとあれ使いやすいと錆びないし、で、取り回しもいいし、で、結局あればっかり使ってて、動画でもそれで全部やってるんですよね。やっぱ上だったら物を選ばないっていうよりかは、実は あの100均のあれって意外と使いやすいんですよ。形がいいし、錆びないし。で、これは太いですけど、ちゃんと分かってる人であれば、薄いものでも、まあ、硬い部分を避けてうまく断ち切ったりとか、あと本当に硬いものはこういうやつで使ってやると。で、出刃包丁を持ってると、この前、あの、ココナッツガーンなりましたけど、まあ、そういうこともできますし、あと、まあ、鳥の骨ぐらいだったら簡単にパーンっていきますね。で、根本的に出刃包丁は叩き切るもので、こっちは綺麗に引いて切るっていうことができる。これもそうですね。引いて切るっていう。で、これぐらいのサイズだと、でかいキャベツとかを千切りするときは、これすごくいいです。重さもあるし、トン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 いきますし、本当に切れ味がいいので、ズバッといきますね、これね。まあ、これ一本でも別に構わないです。はい、あと、ちょっと後で説明しますけども、包丁研ぐ時のメンテナンスを考えたら、これ結構大変ですね。大変なんだけども、ペティナイフであれば簡単にすぐに研げますから、だからペティナイフはいいんですよ。あともう一つね、おすすめとして、ちょっと一個ご紹介します。全然趣の違うナイフが出てきましたけども、これは、ピクトリノックスって書いてますね。こうやってですね。で、ギザギザしてますね。これ確かね、1000円弱です。定価1000円ぐらいで売ってるんです。これね、めちゃめちゃ切れるんです。実は。あの、波売ってるんですけど、波場に全部刃がついてる。で、研磨されてるんです。で、これどういう時に使うかっていうと、柔らかいものを切るときにすごく重宝します。サンドイッチです、簡単に言うと。サンドイッチを真っ二つにするときに、中の野菜とか、ふわふわの、パン生地とかも、ザラザラってこう、スパッと切ります。そんなお高いもんでもないので、まあいいかなと思いますけどね。ただ一点注意は、こういうギザギザの刃のやつ結構あるんですよ。これは、引かないと切れない、基本。当たっただけでは切れないですね。当たっただけでは切れないんだけども、これね、当たった時に点で収まるんですよ。わかりますか？刃っていうのは、こう向け撫でられたら、こう向け、こっち向けにこう撫でても全然切れないでしょ。ね、指全然痛まないし切れない。こう向けだから。逆にこっちから来られたらズバッと入りますけど、こう向け撫でられても切れないでしょ。でもこれは、こう向け撫でてもやばいですね。こっち向け撫でる。さっきみたいなことはできないです。なぜなら、点で収まるから、収まった時、ところから、その周りにギュッと肉が入ると、切れちゃう。刺さっちゃうっていうことがある。危ないですね、そういう意味で。危ないからこういう派手な絵の色になってるっていうのがあるんですね。じゃあ、包丁の話これぐらいにして、ちょっと砥石の話しましょうか。さっきね、まあ、高い包丁買いましたとか、いろいろ申しましたが、別に100均の包丁でもいいです。ステンレスのやつの方がいいでしょうね。ご家庭であれば。で、持ちやすい、使いやすいっていうことであれば、それで構わないんですよ。大事なのは、いい包丁を買うことではなくて、いい砥石を買いましょうっていうことなんですよ。で、おすすめは、末広っていう会社が出しているセラミック砥石です。で、この、砥石っていうのはどれぐらい粗いか、細かいかっていうので、このシャープ、何番っていうの出てますが、ステンレスであれば、シャープ、1000番と3000番、これ、そういうタイプなんですけど、これがリバーシブルになってますね。表と裏。こっちの、下の方ですね。今見て下の方が1000番、上が3000番です。で、目が細かいのは、番号が大きければ大きいほど目が細かいっていう仕上げ用になります。で、シャープの番号が低いと目が荒いっていう。これも末広の、砥石ですが、これ240番。あ、こっち書いてますね。240番と1000番っていう砥石ですね。ただ1000番は私2つ持ってるってことになりますけれども、240だとかなり荒く研ぐ。これ検索っていうふうに言うんですけど、刃こぼれした時とかに、刃のもう一回やり直すときとかに使えるぐらいの粗さです。240番って言ったら。ガリ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 思いっきり削れていきます。金属は。
で、そういうことを本当にしなきゃいけないのかっていうことを考えないといけないんですよ。だから荒いやつはあんまり実はいらないんじゃないかな、普段のメンテナンスでっていう。そこはすごく思いますね。なので、まあ、あれですね。旋盤ですね。それ基本に包丁を研ぐようにすればいいと思います。で、僕はですね、普段実は、旋盤すら使いません。せいぜい使って3000番ですね。3000番はよく使いますね。あと、もっと使うのが、実はこの、これキング砥石ですけど、おそらくこれ6000番です。これ仕上げ用のやつで、うまくこれで研ぐと、鏡面仕上げって言って表面が鏡のようにピカピカになるぐらいですね。大体ね、6000番超えてくるとそういう感じです。本当に。表面をツルツルに磨く。これは検索ではなくて、研磨っていうふうに言います。表面を磨くという。で、表面さえ磨いておけば、ほとんど切れ味っていうのは落ちないですね。よっぽど変なことしない限り。で、プロの板前さんとかは、柔らかい鋼を使って、で、毎日研ぐ。なんか寿司職人の方だとね、1日何回も研ぐっていう人おられると思うんですけど、そういうことすると、あっという間に、歯が削れてちっちゃくなっていくんですね。包丁がどん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 短くちっちゃくなっていくわけですけど。まあ、ステンレス包丁の場合、そんなことしなくていいと思いますね。その辺、だから3000番と6000番ぐらいのやつを使って、普段から、まあ、まめに磨いておけば、切れ味っていうのは落ちない。でね、今回のこの企画にやるにあたって、実は、ポンチーチャンネルまだ1回も開始してから包丁研いでないんですよ。恐ろしい話ですけど。1回も研いでないんですよ。よく切れますねって言われますが、かなり生ってる状態です。でこれは、ある程度そういうの見越して、歯をつけてるんです、僕。はまぐり歯っていう風に言うんですけど、長持ちするような感じで歯をつけてるんですね。だからあんまり研がなくていい。磨くだけでもいい。で、歯こぼれもしにくいし、切れ味は、そのプロの板前さんほどは切れないですよ。はまぐり歯の場合。ただ、まあ、波の過程のそういう包丁に比べたらはるかに切れるし、しかもそれが 長続きするっていう。100点ではないけども、まあ、60点から50点ぐらいの間をずーっと低空飛行できる。低空か中空飛行ぐらいできるっていうような歯の付け方をしてるっていう。そうですね。だからこのミソノのペティナイフ、これ多分プロ仕様なんで、この辺使ってるところが多分あれなんでしょうね。僕がなんか、包丁テクニックあるように見えちゃってる理由の一つだと思う。これね、今から研いでいきます。はい。あ、そう。だから砥石の話もう一個すると、結構たくさん持ってるんですけど、これですね、砥石用の砥石です。砥石を研ぐための砥石。これは、こんなんいらんやろと思う人いるかもしれないですけど、いります。包丁を研いでると大体わかるんですけど、やっぱこれ水平が取れないんですよ。真ん中ばっかり削れて、こう、なんかこうすり鉢になっていくんですよ。あるところだけ削れて。じゃあ、砥石同士を合わせて、こう、ゴリゴリやったりとか。すると水平がどんどん取れていくでしょ。で、僕の場合は、まあ、砥石その時何個も持ってなかったんで、これでまっすぐにしました。砥石を削る用の砥石。まあ、わざわざその砥石用砥石を買わなくても、こういう粗めの砥石もう一個あったら、あ、じゃあこれで水平取れるじゃんと思って、ね、砥石2個。はい、ということで、私が、まあ、包丁テクニック、カッティングのテクニックそんなにないのに、お見事だと言われる理由ですね。これは多分編集の早回しの具合と、あとこのミソノの440の使い回しの良さと、あと私がこれを包丁研ぐのが好きだから。あれですよね、やっぱね、ぶっちゃけの話、料理研究家とかで、まあ有名な YouTuber さんいますけど、包丁、多いですよね。包丁を持つときにこう持って、プルプルプルってしてる人とか、こう持って、あーってやってる人って、包丁の握り方ですけど、僕は、引っ掛けてるだけですね。わかりますか？グラプラバギの話、もう一回しますけど、グラプラバギの話がココナッツの時出てきましたけど、宮本武蔵が、クローン人間として復活しましたね。宮本武蔵、伝説の剣豪。彼の握りは、こう、どうやったっけ？あんま覚えてないですけど、引っ掛けてるだけなんですよ、基本ね。だから、人差し指がまずフリーになってる。で、ここ添えてる。で、ここでちょっとだけコントローラーしますよ、面のコントロール。ただ、振り下ろしてるのは基本。肘から行くぐらいでないとダメですね。あと、引いて切る。引いて切るとかって言いますけど、これも、引くときの角度はやっぱり、人差し指でちょっと押さえてるだけですからね。これ握り込んではいないんですよね。この振った時の角度がもう、完全に自分の頭の中で、こう、指の先ぐらいの感覚までが、ここにあるので、ただ持っていけるんですよね。
なんか私、今こんな格好でこんなことやってたら、なんかマジシャンみたいですよね。ね。変態マジシャンみたいですけど。ナイフ術とかできそうな感じですけど。なんとかに刃物って言いますが、本当になんとかに刃物ですよ。こういうバランス感覚なんですよ。握り込むんじゃないんですよ、やっぱね。これもそうですね。握ったら分かんないから、この先が。やっぱり指先の感覚の延長で持っていくことができるかどうかじゃないですかね。カッティングの基本は。それは柳刃でも一緒やと思いますね。だから、出刃の場合はちょっと違いますけどね。まあ、捌くときはこうやりますけどね。で、結構、こう、深く持ったりとかね。細かいとき、するときは深く持ったらいいし、叩き割るんやったらもう少しこう握って、えいとかね。えい。まあ、握り一つですし、その、刃の形状まで頭の中に自分でデザインして、イメージしながら、研いだ上で、刃を入れてるからもう全然違うんですよ。確かにね、自分で動画編集してても、わかりますね。切断面が光ってますからね、僕の動画全部。シャドウクリーンの時からもうピカピカに光ってますよね。バナナの貝も光ってましたね。バナナの花をパシッて切った時に、一回ピカって光ってたから、あ、綺麗に切れるんだなと思って。切れてますよ。普通にやってますけどね。ちょっと、研ぎ方だけ軽く見せますよ。で、本当に研いだ動画がもっと詳しく知りたいっていう時は、もうちょっとちゃんとやります。はい。まず包丁の切れ味を試すためには、熟に熟した腐りかけのトマトを切るというね、テレフォンショッピングメソッド、これを使います。はい。果たして切れるんでしょうか？これ普通に切れるんですよ。いや、これは本当研いでないんですけど、普通に切れるんです。これがまあリアルですわ。嘘を言ってもしょうがないんで、いつもの切れ味ですね。でね、切れなくなってから研ぐんじゃなくて、ある程度で磨くんですよ。で、砥石、まあ出てますけど、最初によく水につけて、浸さなきゃいけないですね。そしてまず最初に3000番の砥石で、磨き始めてます。やはり足場が大事で、いろいろぐらついてますが、カメラの三脚をテーブルの上に乗せているので、こうガタガタして、結局ね、あんまりスローでお見せするほどのもんじゃないんですけども、今これ標準速度に戻しました。大体ああいう感じでやってますね。で、ちょっと先の方を研ぐときは、ああやって R をつけてグイッと入れないと、つるっぱになっちゃうんですよ。綺麗な R をつけたいので、なので、この先の部分は少し丸く仕上げるために、こうグイッと入れてますね。それ以外のところは本当に素直にまっすぐに出してますね、ストロークをね。で、これ、裏面やるときは、左に持ち替えてます。はい。これまあ、左利き、右利きはあると思うんですけども、ちゃんと持ち替えた方がいいですね。どちらかといえば。はい。その辺は練習しました。ステンレスの両刃包丁ですから、まあ、先ほども話したように、ハマグリ刃という、まあ、そんなにね、強くこうバリが出るような入れ方はしないんです。だから気持ち、ちょっとしゃくりながらこう入れてるような、まあ、ほんのうすら気持ちですけど。今磨いているのが6000番です。まあ、かなり硬い、まあ、砥石になりますので、まあ、先ほどの砥石と比べればあまりその、まあ、研ぐそって言いますが、はい。まあ、研磨剤の成分ですね。それが出てこないっていうことですけども。まあ、非常に滑らかに刃の表面を磨いているということですね。で、磨き上がりました。これはもうカメラの限界と、あと、そうですね、画質もだいぶ潰れてると思うんで、どこまでね、見えてるかわかりませんが、はい。刃のついてる部分が、まあ、綺麗に表面に、反射してるっていうのが分かれば、大体あんな感じでなってますね。ここで再び、テレフォンショッピングメソッドですね。これコピー用紙がきれいにシュッと切れていくかってね。でシュッとやりたい。引っかかってますね。シュッと。
ってますか。シュッシュッ、下手くそですね。シュッとスパッと、もっともっとシュッといい音を出してシュッと言ってほしいんですけども、なんか今一つ言ってない、もう一回シュッて。これね、全然そんな行かないですよ、カミソリみたいに。和包丁は割と行くんですけど、洋包丁でああいうハマグリ刃にしちゃうと、シャーッと繊維が断ち切れていくようなもんではないです。そもそもコピー用紙を包丁で切ったりはしないですよね。だからあえてどんどん叩いてももうぐちゃぐちゃですよね、まな板の上でね。もったいないですよね、ああいうことはね。叩き落としてますよね、ぐちゃぐちゃにして。だいたいああいう風になるのがリアルですよ。はい。で、これまあ、さっと。わかります？どっちも切れてるんでよくわかんないですけど、やっぱり、手で振った感覚、歯が入る感覚全然違います。やっぱりスパーンと切れてますね。腐った部分も今、取りましたけど。抵抗が全然違うんですよ。いや、本当に腐る直前のトマトなんですけど、なんかちょっと新鮮な感じしますよね。角が立ってるので。あれでも、5分ぐらい切って置いといたらもうヨレヨレになってますけど。やりますよ。はい。とにかく今回私が言いたいのは、味噌の440と、末広の1000番、3000番のこのセット、リバーシブルと、キングトイシの6000。この3つがあれば、ポンチチャンネル、ポンチ流の、カッティング術ができますので。はい。あと、どうしてもっていう方はこれ、あった方がいいです。デバ包丁、別にこれでなくてもいいんで。はい。3点セットプラス、そうだね、デバ。